この歌は青き海を救う英雄さんに捧げましょう。よし、これで歌を無事に紡ぐことができました。あら、せっかくここまでやってきたんですし、もう少しこの海底遺跡を探検してまいりましょう、英雄さん。物語の中の吟遊詩人たちは世界中で旅をし、英雄の歌を人々に伝えるといいます。あなたの英雄物語を書き綴って紡がれた私の歌もいずれ世界中に伝わることになるでしょう。船に乗って水面を覗き込むだけでは足りません。この青き海には文字通り底知れぬ秘密があることでしょう。遺跡の様子をリシュリューたちに伝えたいものですね。ここは一つ賛美歌を紡いでもいいでしょうか。冒険時のパーティーですか。私はもちろん賢者として大丈夫ですよ。英雄さんは勇気があるので前衛を十分務められますから。危険そうなところも含めて私たちが守るべき海です。私が好きな英雄さんと同じで多少欠点があったとしてもです。美しいサンゴを持って帰りたいところですが、思い出の中だけにしまっておきましょう。物語の中の吟遊詩人たちは世界中で旅を。物語の中の吟遊詩人たちは気晴らしでしょうか。この遺跡の調査クエストもあったりしますか。任務報酬はずっとここにありますよ。少し放っておいても消えはしませんから、焦らずとも大丈夫ですよ。新しいメールですね。これで濡れずに開封できます。海の奥底での冒険談、これも面白い歌になりそうですね、英雄さん。波の音が伝えし物語は、あ、委託組が帰還しました、英雄さん。自由アイリス峡谷出身の大型巡洋艦ブレスト、この大地と海の物語に耳を傾け、そして歌にして多くの人に伝えるのが好きなんです。英雄さんが
もっといろんな物語を作り出すこと、楽しみにしていますよ。あらら、急にどうしました？遺跡の様子をリシュリューたちに伝えたいものですね。ここは一つ賛美歌を紡いでもいいでしょうか？あら、気晴らしでしょうか？危険そうなところも含めて、私たちが守るべき海です。私が好きな英雄さんと同じで、多少欠点があったとしてもです